健康と長寿の根源を語る11回、睡眠とは何か。かつて不眠症といった症状はですね、最近では少し広い意味で睡眠障害と言いまして、不眠症を含むものであります。一言で言えばよく眠れないということでありますが、私自身が非常に長い間不眠症に苦しみました。何しろ夜が明けてこれば眠たくなるという厄介な状態だったわけですね。4時頃から5時頃になるとトロトロし始めて朝7時に起きなきゃいけないと。次の日の午前中はまだ少し興奮しててあまり眠気が来ないんですが、午後からは非常に眠たくなる、こういった現代の大きな病気とも言われる睡眠に障害がある人がいるということになるんですが、まだ睡眠とは何かということは十分な解明はされていないし、まだ疑問点も多いんですね。非常に研究者も多いので、どん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 進歩していくと思いますが、今のところまだ疑問点も多いんです。私が睡眠に本格的に疑問を持ったのは20年ほど前でした。そろそろいい年になってきましてですね、それまで不眠症に悩んできました。その私がなぜ元気なのかということが非常に不思議でしたです。なぜかと言いますとですね、私は人よりもかなり睡眠時間が短かったのは確かなんですよ。で、睡眠薬も結構飲んでおりました。それからお酒も寝れないので飲んでましたね。40ぐらいまではちょっとお酒も飲めないような感じだったんですが、その後お酒もかなり飲むようになってきました。ですから睡眠時間が短くて睡眠薬を飲んでお酒を飲んでるわけですから、これは体の調子が悪くなっても不思議じゃないわけですが、なぜ自分は元気なんだろうと、いうことで、睡眠の勉強をし始めたわけですが、ここのグラフに示しましたように、このグラフは後で示します名古屋大学のものなんですが、とてもいい研究なんですが、総じて言えば睡眠時間は7時間が一番いいと、そのうち4時間半が体内疲労物質の処理、つまり昼間溜まった疲労物質をきれいにするということですね。それから残りの2時間半が頭の情報処理ということで、ガチャ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 とコンピューターがやってる時あるわけですね。やや高等動物の方が睡眠時間が長いということは、頭の情報整理に少しの時間を要するんだろうという考えがあるわけです。ところがですね、もう少し考えてみますと、意識を失っていても意識があってもですね、疲労物質の処理というのは体さえ休めていれば処理をしてくれるわけです。ですから意識を失って寝てる間っていうのは頭の整理の期間だけでもいいとも考えられるわけですね。つまり安静の状態というのと睡眠とどう違うかってことですね。睡眠とは横になって基礎代謝に近い状態、つまり安静の状態を言うのか、それとも意識を失ってなければいけないのかということですね。つまり安静の状態、要するにこう人間の体に老廃物がたまるのはですね、老廃物活動によって増える老廃物を肝臓とかそういうところできれいにするのに間に合わないので蓄積してくる。だから夜になると疲れて寝る、疲れて寝るとその老廃物が処理されるわけですからね、寝なくても横になってればいいはずなんです。そこで私実験しようと思いまして、横になる時間を7時間、寝る時間を7時間じゃなくてですね、ちょっとややこしいんですが、そのうち意識を失っている状態は2時間半以上は取ろうとしてですね、やったわけです。それで一番気をつけたのが、横になっているけども意識がある場合に目がランランとこう輝くもんですから、体の力を抜きにくいんですね。イライラして体を動かすってことが起こるので、ラジオとか録音を聞いて、つまり目を使わない方法で暗闇でじっとしてると、そういうことを試みました。大成功しましたね。まず第一に、今日は寝れないんじゃないかと思いながら寝室に行く恐怖が全くなくなった。睡眠薬もお酒も不要ですよね。ただ横になるっていうのは人間はいつでもできますから、眠るっていうのは寝つけるかなって不安がありますが、横になれるかなってそんな不安はありません。最近っていうか、最近ちょっとまた違う試みをしてるんですが、7時間横になっていると、意識を失っているときは必ず2時間半以上になってしまうんです。これ私の経験では。
それから意識があってイライラしたら録音を聞くか、最近ではパソコンで面白い記事を見るっていうのでもいいような気がするんですね。というのはずっと実験してるときですね、意識がある状態がありますね。起きてると寝床に横な布団に寝床に横になってるけど起きてる。そのうち意識がなくなってまた意識を取り戻すってことを繰り返すわけですね。そうしますとね、当たり前ですけど意識のあるときしか自分は覚えてないんですよ。これが原理原則ですから、人間はですね、途中で何回か眠った場合でも全く眠ってなかったというふうに勘違いするわけです。そこで、時々小さな音を出す仕組みを作りましてね、その音を何回覚えてるかっていうのを調べてみたらですね、一晩中寝れなかったという感想を持つとき、私ですね、大体半分は寝てるということも分かりました。しかし未だにですね、7時間睡眠というのは4時間半の体の休養と2時間半程度の頭の整理でいいのか、それとも7時間意識を失って寝てるという状態でなければいけないのか、ちょっと分かりません。今の新方式ですね、眠れないでイライラしたらもうパソコンを見ると、これブルーライトですからあんまりいいはずがないんですけどね、まだやり始めてから2年にもならないかもしれませんので、もしかしたらこれの実験は失敗に終わるかもしれません。そこでまあちょっと不安があるんで、最近ではまあブルーライトのパソコンじゃなくて面白くない本でも読もうかなと思ったりするんですが、そうしますと寝室を明るくしなきゃいけないという問題が生じてですね、ちょっとまだ踏み切らないでいると。ところで逆転ホームランみたいになるんですが、学問的な睡眠の定義はですね、意識を失っているがすぐ覚醒する状態、つまり意識を失って寝てるんですけど、およいってやると起きる状態というふうになってるわけですが、横になって安静にしているというのが睡眠とどういう関係にあるかの研究は今のところまだありません。この先ほど出したグラフはですね、名古屋大学の玉越先生のご研究なんですが、最近玉越、最近ではないかもしれませんが、私が最近見たっていうのは正しいんですが、男性と女性に分けて、それでもう少し細かくですね、例えば調査をしてすぐなんか病気で亡くなった方を除いたり、いろいろなことをして本当に睡眠の効果はどうなのかということをですね、先生が整理されたらもうびっくりしたことにですね、男性は3時間までですよ、睡眠は短い方がいいんですよ。女性は4時間ぐらいになるとちょっと体が痛んでくると。だから5時間睡眠でいい、つまり男性は3時間、まあ3時間はちょっと分かりにくいんですが、まあ、3時間から4時間睡眠、女性は5時間睡眠でいいという結果がまあ出て、まあ、下のグラフに示しております。そうしますとね、これから私が実験するということになると4時間半睡眠をやってみるということなんですが、ちょっと自信がありません。ただこのデータを見ますと、ちゃんとしたデータはですね、まあ、全体は9万8000人ぐらいで、まあ、そのうち健康な人とか健康じゃない人を整理しております。まあ、こういった類の研究はアメリカにもありまして、一桁ぐらい人数が多いんですけども、まあ、日本人であるということとか、先生の整理が非常にしっかりしておられるということでですね、やっぱりもう睡眠が短い方がいいのかなって気もしますね。というのは私が思うにはですね、男性の日中の筋肉の使い方って昔と全然違うんですよ。昔は一日中他を働かしたり耕したりね、獲物を追ったりしてた男性が、今はほとんど日中は筋肉をつかないわけですね。だから疲れが全然違うんですよ。だから本当に現代の男性は4時間半の睡眠でいいのかなと思ったりします。ただ女性の場合はですね、5時間睡眠ぐらいがいいというのはちょっとわかりますね。昔と今と女性の労働は、まあ、若干は違いますけども、男性ほど大きくは変化ありません。まあ、そういう点から言って、このデータもですね、もちろんこれデータで私たちがこのデータにおかしいなんてことは言えないわけですね。自分の先入観に合わないからデータがおかしいってよく学生が言うんですけど、君それ先入観と違うと言ってんじゃないのって言うんですけど、まあ、もう少しこのデータを素直に見て、研究も勉強してですね、何かいい時に、私は男性ですから4時間半睡眠というのを少し試みてみたいというふうに思っています。